フレッド・ブラッシーは、アメリカ合衆国のプロレスラー及びプロレスのマネージャー。ミズーリ州セントルイス出身。反則の噛みつき攻撃を得意としていたことから、バンパイアと呼ばれる一方、粋な、高級ななどを意味するクラッシーをニックネームにもしていた。ハリウッドファッションプレートの異名も持ち、スポーツエンターテインメントのプロとして、衣装や身だしなみなどのビジュアル面には、非常に気を使っていたことでも知られ、 後年のザ・ロックやクリス・ジェリコラが彼の影響を受けた。日本では銀髪期、吸血噛み付き間などと呼ばれ、力道山との試合などで黎明期の日本プロレス界に衝撃を与えた。新日課でもあり、5歳の都夫人は1965年の来日時に出会った日本人で1968年に結婚した。決め台詞は自伝のタイトルにも使われた。 リッスン、ユーペンシルネックギークス。ハイスクール時代は、ボクシングや野球をしていたが、生肉所で働きながら、プロレスのトレーニングを積み、1935年に、地元のミズーリ州セントルイスにてデビュー。その後も生肉所での仕事を続けながら中西部地区のリングに上がり、サーカスのカーニバルレスリングにも出場するなどして、キャリアを積んだ。1941年12月。 アメリカ海軍に入隊し、第二次世界大戦へ出征戦後、水平ギミックのセーラーフレッド・ブラッシーとしてプロレス界に復帰。1950年8月29日には、ケンタッキー州ルイビルにて、ルーテイズの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した。1952年、後の主戦場となるカリフォルニア州ロサンゼルスにて、 フレッド・マクダニエルと名乗り、同郷のビリー・マクダニエルとギミック上の兄弟コンビを結成。ルイビルではファミリーネームをブラッシーに戻し、1953年からはビリーとのブラッシーブラザーズとして南部のジョージア州アトランタに定着。ジェリー・グラハムドン・マッキンタイアなどのチームを破って、ジョージア版の NWA 世界タッグ王座を奪取する。一方、 シングルでもミスター・モトやブルカリーを下して NWA 南部ヘビー級王座を再三ダッシュした。ジョージアではベビーフェイスのポジションで活動していたが北部のセントルイス出身のため南部のファンからはブーイングを浴びせられることもありビリーとのコンビ解消後の1956年よりヒールに転向。影響を受けていたゴージャス・ジョージにあやかって赤毛の髪を金髪に染め 口にいたないトラッシュトークと相手への噛みつき攻撃をトレードマークにバンパイアフレディブラッシーとして観客の像を煽った。1957年3月26日にはテネシー州ナッシュビルにて NWA 世界ジュニアヘビー級王座を獲得している。1960年代に入ってロサンゼルスに再登場しワウィの前身団体であるナワにおいて 1961年6月12日に、エドワード・カーペンティアから、ナワ・世界ヘビー級王座を奪取。ワウイ設立後、タイトルは、ワウイ世界ヘビー級王座と解消されたが、1962年3月28日、アメリカ遠征中の力道山に破れ王座から陥落。日本に流出したタイトルを取り戻すべく、翌月に日本プロレスに初来日している。この日本遠征では、 奪還に失敗したものの、1962年7月25日、ロサンゼルスで、力道山を破りワビ王者に帰り咲く。以後、ザ・デストロイヤー、ベアキャット・ライト、リック・ザ・ブルーザーらを相手にタイトルを争い、1964年にかけて、通算4回退官した。1964年下記よりワビを一時離れ、ビンス・マクマ・ホンシニアに呼ばれて、 wwwf に参戦。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでは7月11日と8月1日の定期戦においてブルーノ・サン・マルチノの wwwf 世界ヘビー級王座に連続挑戦した。1965年には再び南部マットに登場。NWA のフロリダ地区においてターザン・タイラーと組み1月27日にエディ・グラハム サムスティムボートからフロリダ版の NWA 世界タッグ王座をダッシュしている。1960年代後半よりロサンゼルスに戻り、ワウイ及び後継団体の NWA ハリウッドレスリングで活動。1967年8月25日にマーク・ルーインを破ってアメリカスヘビー級王座を獲得し、10月20日にはバディオースチンと組んで、 ペドロ・モラレスビクター・リベラからワウイ世界タッグ王座を奪取した。その後も1972年までロサンゼルスを主戦場にワウイ世界ヘビー級王座に代わるフラッグシップタイトルとなった NWA アメリカスヘビー級王座をめぐり、ボボブラジル、ザ・シーク、ジョントロス、ロッキー・ジョンソン、ミルマス・カラス、キンジ・シブヤ、キラー・コワルスキーらと構想を展開した。 1970年下期からはベビーフェイスに転向して爆発的な人気を獲得、構想を繰り広げていたマスカラスともタッグを組み、1971年3月25日にベーカーズフィールドにいて、近似渋谷マサ斉藤と対戦した。ロサンゼルスでの活動と並行して1970年代前半もヒールとして WWF への参戦を続け、 新王者のペドロ・モラレスにも挑戦していたが、膝を負傷したこともあって1973年に、現役を、セミリタイヤし、1974年より、WWF w、F、にて、マネージャーに転向、最初の担当選手として、ニコライ・ボルコフをマネージメントした。以降、クラッシー・フレディ・ブラッシーと名乗って、日本人選手を含む、様々なヒールのマネージャーを務め、 1983年12月には、アイアンシークにボブバックランドから WWF ヘビーキオー座をダッシュさせた。1984年より、ビンスマクマ・ホンジュニアの身体成果で開始された全米振興サーキットにも同行していたが、1986年9月、健康上の問題でマネージャー業から引退、公認としてスリックがブラッシーの担当選手を引き継いだ。 1994年にはレスラー及びマネージャーとしての功績を称え、WWF 殿堂に迎えられた。2003年4月にジデン・リッスン、ユーペンシルネックギークスを上司し、5月12日に WWE の RAW にゲスト出演したが、直後の5月24日に倒れ、6月2日にニューヨーク郊外の病院で死去。 長い間心臓と腎臓に疾患を抱えており、これが悪化したことが死因とされている。ビンスマクマホンジュニアが父親のビンスマクマホンシニアから WWE を買い取る際、提示された条件がブラッシーとジェームズ・ダトリーの永久雇用であった。そのため彼は現場から退いた後も、生涯、WWE のテレビ放送の在宅モニターを務めつつ、 チャリティ担当役員となって障害児や、ホームレスなどの支援施設への慰問活動を行った。また、マクマホンジュニアもブラッシーが死去するまで、ファイトマネーを支給し続けていた。1962年4月、日本プロレスの第4回ワールド大リーグ戦に初来日。前月に、ロサンゼルスにて力道山に奪われた、ワウィ世界ヘビー級王座のリターンマッチとして、4月23日に、 東京都体育館にて力道山に挑戦したが、奪還に失敗している。シリーズ中、4月27日の神戸大会にて行われた6人タッグマッチでは、グレート統合を噛みつき攻撃で大流血に追い込み、そのシーンをテレビの生中継で見た11人の老人が、ショック死するという事件が起こり、当時の日本テレビのプロデューサーが国会に呼び出される事態となった。 この来日時には、ヤスリで前歯を研ぐパフォーマンスが注目を集めたが、実際に使われたのは、女性の爪研ぎに用いられる目の細かい、柔軟なヤスリであり、研いでいた歯も差し歯であったという。なお、ミスター高橋は、医学的な検証がなされていないことだけは、確実と、ショック死を否定している。後のインタビューでブラッシーは、たった11人か、俺は100人殺す予定だったんだ。 トヒールを貫いたが、内心ショック死事件に心を痛めていたブラッシーは、カメラの前を離れた後、そっと目霊していた。日本プロレスのワールドリーグ戦には1965年と1968年にも出場しており、1965年の第7回大会では、豊登りと決勝を争った。1968年の第10回大会では5月16日に、 大阪府立単位区間にてターザン・タイラーと組み、勝利法が保持していたインターナショナルタック王座に挑戦した。その後も1969年と1971年にも日本プロレスに参戦。1969年7月3日には、倉前国技館にてジャイアントババのインターナショナルヘビー級王座に、1971年5月31日には、 札幌中島スポーツセンターにてアントニオ猪木のユナイテッドナショナルヘビー級王座にそれぞれ挑戦している。1972年10月には全日本プロレスの旗揚げシリーズに来日。10月21日の前夜祭りでは大熊本寺に反則負けを起し、翌22日の旗揚げ第一戦ではダッチサベージと組んで大熊マシオコマと対戦した。 全日本プロレスには1973年10月の旗揚げ1周年シリーズにも参戦。日本プロレス崩壊後に移籍してきた大木金太郎とも対戦している。1974年8月には新日本プロレスにニコライ・ボルコフのプレイングマネージャーとして初登場。すでにセミリタイヤの状態ながら試合にも出場し、アントニオ・イノキや坂口誠二とのシングルマッチも行われた。 1976年6月には、チョキとの異種格闘技戦を行ったモハメドアリのスペシャルアドバイザーとして来日している。以降、1978年6月にピーター・メイ・ビア、1979年4月に、スタン・ハンセン、1980年5月に、ハルク・ホーガン、1982年7月に、アドリアン・アドニスなど、 WWF でマネージャーを務めていた選手に同行して新日本プロレスにたびたび登場した。1978年の来日時には、WWF で敵対関係にあったペドロモラレスとヘイスタック、カルホーンも同時参加していたが、本国ではベビーフェイスの彼らもこの時はブラッシーをマネージャーにつけてヒールを演じた。アイアンシークとニコライ・ボルコフをマネージメントする。 フレット・ブラッシー・ロサンゼルス時代後期にザ・コンビクトのプレイングマネージャーを経験していたブラッシーは現役引退後は WWWF において本格的にマネージャーに転向しヒールの司令塔となって活躍した。スタンハンセンやハルク・ホーガンもリング上で自分をどう見せるべきかブラッシーのアドバイスを受けてトップスターへと導かれた。最初に担当したニコライ・ボルコフは ソビエト連邦出身の共産主義者というギミックを WWF w、F、から与えられたが、ユーゴスラビアからの亡命者であった彼は共産主義を嫌をしていた。しかし、ブラッシーからお前が悪者の共産主義者を演じれば観客も共産主義を嫌いになるなどと悟され、このギミックを受け入れたという。1976年6月26日に、 行われたアントニオイノキ対モハメドアリの石格闘技戦では、ブラッシーはスペシャルアドバイザーとしてアリ陣営に加わったが、ヒールのマネージャーとしての彼の役割を理解していなかったイノキ側の人間からはプロレス界を裏切ったなどと見当違いの反感を買った。もともとプロレスファンだったモハメドアリは、ブラッシーとは1960年代にロサンゼルスで開校しており、 幼い頃のお気に入りだったゴージャスジョージのフォロワーであるブラッシーのマイクパフォーマンスから記者会見でのビッグマウスなど試合を盛り上げるための技法を学んでいた。ありがとうございます。